圭介と佐野君ラジオうまい大物 YouTuber の財布突撃チェックしてみたーよっしゃーというのもですね、去年の年末にもう動画上がってるんですけど、スカイピースのチャンネルで YouTuber スマブラ最強決定戦というのが開かれました。はい、そちらの出場メンツを言いますと、スカイピース、フィッシャーズさん、はじめさん、はじめ社長の畑、48で僕たちだったんですよ。そうだよ、すごいメンツ、すごいメンツの中で僕たち呼んでいただいたわけですよ。まだそれだけスマブラの実力を認められてる。そうそう、確か数字じゃないから、あの日はあれだけバカにされましたけど、80万って、まあそんな僕らにね、負けてしまった人たちがいますから、何も言えないですよ、スマブラが全てなんで。でも今日からは土下座もんですよね。まだ見てない人がいるからランキングはまだ言いませんけど、ぜひ概要欄にそちらのスカイピースの動画貼ってあるので、皆さんぜひ見てください。お願いします。ということで、そんなね、大きいスマブラ大会に呼んでもらったわけですよ。ビッグな YouTuber がいる中、動画撮らないのもったいないじゃないですか。もったいなさすぎる。なので今回はそのスマブラ大会に呼ばれたいろんな YouTuber の方の財布を突撃チェックしてきたという企画になっております。なるほど、なるほど。はい、ぶっちゃけさ、めちゃめちゃ大物 YouTuber や、気になるやん。マジで俺らが気になってんだよ。そうそうそう、みんなもっと気になるはずやで。なので今から皆さんには財布突撃チェックした時の VTR を見てもらいたいと思います。はい、誰が一番お金を持ってるんだという皆さんの予想を立ててみてください。って思ったような全員、いやー、おもろい。話していくら持ってるのか、まずは皆さんに VTR を見てもらいたいと思います。ということで YouTuber の財布突撃チェック VTR どうぞ。いいんじゃすか。ということで、ホワイトに来てもらいましたー。お願いします。 We are team ホワイト、まず太郎、パワー、頑張りたい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでね、今回まだ企画伝えてないんですけど、気になります。あ、ごめんなさい、チャック開けっぱなし。いいないいなって、どういうことだ。チャックつけてみます。ということで今回、大物 YouTuber 財布の中身チェック。いくら入ってんだよおめえら。バレンシアガ。これはやばい。フォーエイト超売れっ子ですからね。いや、ちょっと待って、やめてください、やめてください。じゃあ、余り坂の順番に。これはやばい。財布何個あんの今？3つ。え、カード入れと小銭と分けてんねん。お前やらしい。はい、やめなさい、やめなさい。僕こんな感じです。かわいい。3つ持ち。俺も初めて見ました。じゃあ、いくら入ってるんですか。え、じゃあ小銭ですかね。はい、小銭は、そんなに、そんなに入ってるの。うん、10円以上やろ。これにはいいんじゃない。そうですね、こっちもお札入っとった。あれ、え、あれ、サナシがちゃう。なんか、あ、何それ。3000円入っとった。あ、こっちに3000円。3000円ね。まあメインの財布よね。うん、そうですよ。どんなもん。うわ、お束が出てきましたよ。君、僕21っす。21が持つ額ちゃうよ。いくらですか。銀行員の数え方やん。3勝利を8万円。いや、やらしい、やらしい。変な汗かいてたわ。東京のやらしい店行こうとしてる。83,500円。はい、でもあれだね、やっぱ夢あるよね。夢あるな。21歳と財布200円あればいいから。暫定1位です。暫定1位。次若葉、次若葉。若葉なんか俺さ、勝手なイメージだけど、すっげー持ってそうなイメージ。全然持ってないですよ。ほら、うわ、いっぱい入ってるやん。なんや、なんか分厚いの。お金持たないんですよね。持たないで。じゃあいくらなのか。5000円。1万、2万、3万、4万。4万4000円。若葉年何歳だっけ。今年21です。俺の21の給料日やわ。先言っていいですか。僕財布がまずなくてマネークリップなんですよ。うわっ、うわっ、もうそれ金持ちですわ。金持ちやん。こんな感じです。うわっ、見てください、このクリップ。ちょっと待って、このクリップ、このクリップ、どこのどこの。ルイス・ベロン、ルイス・ベロンです。オーストリッチのティーバッグじゃないですか。これエルメスです。エルメス、これは一目惚れですね。なんかその財布が使えなくて飾ってるんですよ。ええ、出た。最初見つけた時のツイートがめちゃくちゃ面白くて、恋人見つけた。やめろ、そういうポエムみたいな。じゃあいくら入ってるんですか。1234567891011
9。大体9万5千円です。9万5千円。大体9万に入って。暫定1位変わったやろ。よし。じゃあどうやって企画の出番ってわけですか。まあ僕長太郎社長じゃないですか。まあ、そうよ。社長見てるのがここは一番あってほしいなというところで、僕も財布今持ってないです。これ1個で出かけます僕。え？確かに最近これ。これやば。1回小銭ね。まあ、小銭がまあ普通にまあ700円ぐらいあるっすかね。うん、小銭だけでも。でお札は。ゼロです。正直1000円以下です僕。買い物する時だけ現金持つ。それ以外は持たない。持ってると使っちゃうもん。アーティンに怒られるから。アーティンが管理してるからね。でもいきなり急遽なんかおばちゃんが1000円ちょうだいって言ったらどうします。おばちゃんに1000円渡すの。ごめんなさい。ということで堂々の1位がこたつですね。今度一番やらしい男ナンバーワン。やめてください。ということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで資産3兆円のフィッシャーズさんです。大稼が始まった。はい、ということで皆さん財布の中にいくら入ってるんだと。おお。抜き打ちだね。抜き打ちだね。ちょっといくら入ってるのかフィッシャーズさんのお財布気になるなと思いまして。なるほど。いや俺らも知らんわ。お互いどのくらい入れてるか分かんないもんね。で今こたつくんが1位で9万5千ぐらいです。おお、入ってるね。入ってるね。みんなの分もあるからね。ちょっとここで夢を見させてほしいなっていう。うわー夢ねえかもなぁ。エスポがやったの。僕らはやってるやつ。やらないだろ。やらないだろ。よく知ってます。じゃあ最初元木さんから。あ、僕からいいですか。じゃあちょっと見てください。なんでそんな無言。めっちゃ出しにくいんだよなこれ。シルクから財布もらったんだけど、それを入れ替えてなくてまだこのペンケースに入ってる。えぇー、状況です。数えていい。でも結構入ってるよ。マジで。ええ、お札だけで。お前めっちゃ高めするよ。そんな入ってんの。ちょっと数えるね。1、2、3、4、5、6、7、8。おっ9万9千。もうちょっと小銭だよ。9万9千。9万9千まで行って。いや小銭で出すの出せ。小銭で出すのやばいよ。え、500円の出さ小銭。小銭でもランクが下です。貴重なお金だけどもうあがくなって。でも100円が10枚あったからちょうど10万円ぐらい。おお、暫定1位です。うん、その財布で。ほんとそれな。続いてマサイさん。いやマサイ入ってそう。いやマサイは結構フィッシャーズのお金管理とかやってくれる。あ、そうなんだ。そうだね。一番持ってるかもしれない。パツパツ。ええ、やばそう。うちの財務省頼む、持ってろ。そう、俺の財布汚いのに。まあまあいいんじゃない。ほんとね、財務省だからこういうのいっぱい溜まっちゃうのね。まあまあしょうがないね。レシートとかね。今日はお金はあるのかないのか。うん、お前 JCB ギフトカードやめろ。おいお前加算しに行くな。それでではいくらですか。1、2、3。おやるだな。3万5千円。いやまあ入ってる入ってる。ギフトカード何万。5000円。合計4万円ぐらいですか。JCB 足して4万円。 JCB 足すんだね。足していいんだ。足して4万円。優しいエスポ。続いてナオさん。はい。給料もでかくない。いや違うんだって。俺も同じタイプだな。いや俺最初に出したかった本当に。だってお札の間に領収書入ってるの。いや分かるよそれは。さあナオさんいくら入ってるのでしょうか。2万4千円。これ当たり馬券とか入るんですか。入らない入らない。これ4万円ぐらい。4万円ですか。いやなりません。なりません。結構庶民的なんだね。この流れで言うと俺が一番怖い感で。俺も何入ってか分からん。シルクは現金派の人間だから。あ、まあではあるけど、でも今日持ってっか分かんない。ちょっと。うわ気になるなこれ。開けますね。え、あでももうもう。うわリアルなやつ。ああ、1000円がいっぱい。あれ1000円。いくらですかこれ。1万7千円。ちょっと。でも待って、リュックの中今日持ってない。リュックの中大金が。もしかしたらブルーアイズに合うかもしれないって言って、基本的に300万ぐらい。やばー、用意してる。巡り合わせで買うから。仕事モードじゃないから。リュックにやめろ。狙う狙う狙う。ということで暫定1が元木さんの。まさかの。まさかすごい。やべえ。でも10万入ってるのはペンケースって。まあその子は使う。ということで意外とフィッシャーさんは庶民的でした。これ好感度上がるんじゃないですか。多分あんまり上がってないと思う。ということでありがとうございました。ありがとうございました。シッシかっこいいね。え、急に二人集まるとなんか白に観客見える。マジで青い。みんなこれね、ヒロトのねこの部分でスカイピース。
俺と生え方全く一緒、こことこことここ、顔の色も似てるし、ほぼ俺やん。じゃあここエスポの手を組んで、違う、歯が黄色い。この短時間でめちゃめちゃいじりだ。そんなことは置いといて、はい、抜き打ちの財布チェックでございます。やだ、出た出た、財布を。いいんですか。うわー、ちょ、申し訳ないけど、うん、俺財布来れないよ。財布がないって。財布がない。あ、でも結構いるわ。あ、いる、うん、他にも財布ない人いた。元木さんなんか筆箱やった。子供心がずっとあるんだね。ちなみに今、暫定1位が元木さんで10万円。え、10万で1位なの。うわ、俺財布持ってきてたらえぐいぜ。うわ、悔しい。ちょっと待って、ジムタやばいぜ。ジムタ、ジムタ、ジムタエグいかもしれない。俺から先に、ジムタエグい。やばい、やだな、この1位から。はい、俺はこう、免許証、クレジットカード、ゴールドカード、あと、現金でしか払えない場合があるから、一応のためで、1万円を4枚入れてます。あ、4枚入れてんの。一応のために4枚、一応のために4枚です。こっちには、あ、微妙だった、メンスの人だ。あの、テオくんがこけしって言ってた人。テオくんにこけし裏で言ってた。俺も嫌や。じゃあ、こけしもどきちゃん。それでも嫌やわ。こけしもどきちゃん、かっこ美人ね。あとこれかな。おおおお、なにこれ。彼女のプリ。いや、違うね、これ。あやと2個。あや2個だ。なんでも。ぐらいです。ってことは4万円。4万円。4万円。テオくん、ちなみに財布あったらどれぐらい。財布あったら20は入ってる。銀行のさ、ATM で20下ろせる。あれを下ろして毎回。あ、そうなんや。そうそう、スカイピースで急に企画やることがあるから、一応20を入れて。シルクさんより所持金多い。こうやってやって、こうやってジャラって出てくるやつでしょ。いや、財布持ってたけど、今のダメでしょ。少年やろ。話し合い。いや、怖っ俺。さあ、いくらなんだろう。チラッと見えたけど、えぐいよ。これ札ですからね。出してやす。まず1000円だもんね、ほぼ。表裏1000円。両面1000円。いや、でもこっから。あ、あるある。あ、あるある。垣間見えた。いますいますいます。数えてみますか。はい。1万円2万円3万円、4万円。うわ、これやばいな。5万円。あれ、6万。あれ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 、6万。あれ6万2000。あー、7万2000。8万2000。9万2000。10万2000。10万3000。10万4000。10万5000。10万6000。10万7000。10万8000。もう1000円しかないだろ。11万1000円。11万1000円。11万1000円。1位です。1位のやつは募集ってことです。ええ、泥棒と呼ぶよ。シンプルに、シンプルに泥棒と呼ぶよ。暫定1位はジンタン。ジンタン。うわ、なりきんよ。なりきんよだ。うわ、勝ちてこのまま。この場合募集と。泥棒と呼ぶよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで畑にも来てもらいました。久々よ、久々。マジ久しぶり。また族も初めてですから。そうだ、また族初めて。始めましたよ、お願いします。今日は誠意があるということで、今回の企画なんですけど、大物 YouTuber 財布の中身チェック。はい、見させていただきます。一番入ってる人のお財布の中身をすべていただくという。やかましい。ねえ。はい、ということで、トツから見た目では一番持ってそうだからね。そうだ、ドンだから若頭補佐ぐらい。補佐なんや。確かではねえんだな。じゃあ、いいですか、財布。じゃあ、トツから。僕の財布はちょっと可愛いやん。そう、ちっちゃい財布にしたのよね。ちょっと俺、結構やばいと思う。マジで。どっちで入ってるってこと。まずお札はありません。マジで。小銭だけなの。グループ内でいじめるもあるんですよ。絶対なさそうなところある。一番なさそうやわ。あ、でも1000円あるわ。おお、やったじゃん。それもめっちゃ綺麗。新米ぐらいですか。それ自販機使えないの知ってた。え、マジ。1107円です。107円。僕キャッシュレスにした。ああ、なるほど。ほんで免許証本名ダダ漏れですけどね。あ、本名はね全然大丈夫。あ、大丈夫なんですか。国籍もね大丈夫。どう見ても日本。
一人目それか。でも次ミチじゃないですか、マタゾウくん。確かに。いやでも先に訂正してもらうと、まず大物 YouTuber ではないです。いや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 。さあ、あ、まずこれトツ超えてんな。もう楽しいでトツ超えてるな。トツ超えて千円札が5枚と、あれ、あれ、え、負けるんだ。2万と小銭じゃらじゃらなんで25,500円。おお、25,500円。まあそれなりに入ってます。罰のまあ20倍ぐらい。恥ずかしいな。もう陽平くんそっちの系財布の中。ちょっといいですか。はい、お願いします。一応9,000ぐらいかな。あ、マジっすか。あれ、意外と新幹線現金で払ってきてるからかも。ああ大丈夫かな。誰か俺。いや、最後。やばいや。やばいや。いや、申し訳ねえ。無給的だよ。ということで、トッツが1,107円。全部覚えるやん。で、マタゾウくんが25,500円。25,500円。で、ヨウヘイくんが19,000円。あれだよ、YouTube で稼げるイメージがあって、持ってんじゃないのって思われがちだけど、持ってなかった。なんか、あれ？ディスられてる？いやいや。はい、ということで、ラストは、はじめしゃちょーさんでございます。おい！こんにちは！お願いします！お願いします！僕らいいか覚えてます？ないですか。あ、覚えてる覚えてる。覚えてない。名前言えます？ガチ袋。そうや、今日、はじめさんにプレゼントがあります。え、マジっすか？マジで？1000万人。おめでとうございます。マジ？マジ？はい、マジ？マジで？まあエスポかなということで。ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。1000万人おめでとうございます。今度なんかお返し待ってます。見返り求めるやつ。そうです。ちょっと分けさせていただきます。はい。喜んでくれるといいんですけど。さっき自分の中でビトンが来てるんだよ。わあ！めっちゃ来てるから。嬉しい。行きます。はい。お、お。マフラーだ。そうなんです。なぜなぜなぜ。出す前に。同じの最近もらったわ。やってもうた。待って待って、ちょっと一回生配信見返していい。あ、行きますよ。あ、違う。よかった、これで2種類使い分けれる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はじめさんは登録者1000万人も突破した、もう YouTuber の中で神様ですよ。いやいや、おめでとうございます、本当に。はじめさんのお財布にはいくら入ってるんだと。これ、確かエルメスですよ。これエルメス。いくらの財布でしたっけ。これ今170万とか。うわー、読まれてるか、問題がびっくりした。けど、それまで100円ショップの財布使ったの。ね、見てました、見てました。そうそうそう。意外と庶民派だと思ってですよね。え、でもそんそんな期待しなくて、あと汚いんですよね。いや、同じこと言います。見ていいよ、見ていいよ。いや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 、見ていいよ、見ていいよ。じゃあちょっとお札だけ抜かしてもらいます。はい、どうぞどうぞ。ちなみに、いやいやいや、これすごいすごいぞ。じゃあまず1000円から数えますね。まず1000円が2枚ですね。はい、2000円。1万円。2万円。3万円。4万円。5万円。6万円。7万円。8万円。9万円。10万円。うわ、11万円。うわ、12万円。暫定1位です。え、マジ？でこれ1位没収なんすよ。あ、あ。嘘でしょ。いや、まず、全然あれあれ。いや、嘘でしょ。やっちゃうから、そう。出しちゃうから。だから俺そういうの普段から持ちあるんですか。いや、全然少ないよ、もっと。意外と給料制だから、なんかめちゃくちゃプライベートのお金あるわけじゃないんです。珍しく多かった。あ、これ多い方なんですか。多い方、多い方。へぇ。ということで、はじめさん1位でございます。はい、いいことなん、これは。夢を見せて。あー、確かにね。シルクさん1万7000円とかでしたよ。マジ。はじめさん、僕たちとの約束は覚えてます。いや、私は100万人になってしまう。あー、覚えてるよ。さすがに僕らもあと20万人で100万人なんで。もうちょいじゃん。はい、100万人いったらなんか考えておきます。ありがとうございます。ということで、よろしくお願いします。ぜひお願いします。頑張ってください、皆さん。あれがいいです、1億円つかみ取り。ストレスが。6人いますからね。ちょっと待って、食らうからチャンネル登録するんや。
車 GO エスポワールドライブ時代を変えるために今アクションやがよ12345動画再生数急上昇難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動折れない心を持つのがマストエスポワールドのインパクト